モンハンラジオの時間だよ。というわけで、あ、こんにちは。ティス誰も知らない、あれです。カリウドはイカレタコスケです。今回はね、ま、珍しくなんか時事問題じゃないんですけども、モンスターハンターライズが今直面している問題というお題について、話をしていこうと思います。まあ、なんでこんな話をしようかなと思ったけど、思ったかっていうと、ツイッター登録してくれてる、あ、フォローよろしくお願いしますね。知ってると思うんですけども、まあ、ツイッターに私がね、自分の、加工動画、モンスターハンターワールドアイスボーンの時の、ミラボレアスの時のコメントを見直してて、一個ね、ああ、とても今をよく表しているコメントがあったなと思ったんで、まあ、それを見て考えたことなんですね。まあ、とりあえずコメントの方をご覧ください。こちらになります。ででん。もう、ミラの顔見たくないです。ミラボレアスですね。完全に心折れました。やればやるほど死にまくる己の未熟さ加減に本当に嫌気がさしました。いろんな武器、装備、スキルをツルツルの脳みそフル回転で挑んでも、ミラに瞬殺され続けることに疲れました。アルバをソロで倒せたのも奇跡だったのだと痛感しました。ミラが来る前は中途半端な強さで出すなとユーザーの皆さんの声をカプコンが律儀に守った結果、俺のようにモンハンから離れるユーザーが多数出るかもしれません。でもラスボス的なモンスターなんで、ミラボレアスがこのくらい強くても当たり前ですよね。討伐してるハンターの皆さんはすごいとリスペクトしています、っていうコメントなんです。まさにこれが今のモンスターハンターにおけるトロッコ問題を表していると。まあ、ちょっとミラボレアスの話からすると、まあ、過去作はアイスボーンより前の、作品はさておくとして、モンスターハンターワールドアイスボーンっていう作品がプレイステーション4で出ました。で、この時から、割と最初の方はね、難易度が低めなんじゃないかな、みたいな話をしてて、まあ、結果、アイスボーンっていうね、有料アップデートが出た時に、出た後、高難易度モンスターっていうのはたくさん出てきたね。まあ、ワールドの時もコラボモンスターのベヒモスとかね、バケモンみたいに強かったけどね、ありえないけどね、強すぎる。本当に、このセリフをまんま俺は極ベヒにぶつけたい。まあ、そんな、感じだったんですよ。でもまあ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 、コラボモンスターはさておくとして、最終ボス、モンスターハンターワールドアイスボーンのもう最終ボス、最終アップデートにと、あ、最終アップデートじゃない。その後にもう一匹出てたけども、まあまあ最終ボス的なポジションとして出てきたのが、黒竜ミラボレアス、近畿と呼ばれるモンスターハンターシリーズの中でも、まあ最強の位置づけにあるモンスターですね。このモンスターが登場しました。で、このモンスターが、もうとにかく強かった。まあもうミラボレアス。もう最強のモンスターだからこれぐらいの強さがあってもいいし、弱いミラボレアスなんて強い、見たくないっていうね、コメントが多々見られるほどに、むちゃくちゃ強かったんですよ。で、それを討伐して、タコスケも討伐した時はもう本当脳汁出まくったよね。もう最高の気分だったよね。もう何回も負けて。でも、まあそんなモンスターを倒せない人たちがいた。ということです。で、このコメントをしてくれた方の言葉を借りるというかコメントから言うと、アルバトリオンまでは倒せてるんですよ。アルバトリオンも相当強かったです。倒し方を知らなかったら、まず初見じゃ勝てないモンスター。もうそういうシステムになってたからね。そういったモンスターでした。で、そのアルバトリオンを倒せていたモサでも、ミラボレアスには勝てなかった。そう。ミラボレアスを倒した人と同じところに立てなかったんですね。そのために、もう、萎えたとかじゃないですよね。もう、勝てないから、もう、ここまでだって思って、モンハンから離れてしまった。まあ、この人が本当に離れたかどうかは別としてね。離れてしまっている人も実際いたでしょう。これが、モンスターハンターライズに移行した時に、緩和されていたわけですよ。まあ、アイスボーンと、まだサンブレイクの出てないライズなんで、比較するべきではないんですけども、まあまあまあ、ちょっとね、その辺のこともよく言われていますんで、モンスターハンターライズは、難易度が、まあ、低めと言われてます。タコスケもこれはずっと考えているけども、実際、まあ、装備とか、タコスケ自身の勝率で考えると、いや、でも、ゼノジーバと、
ナルハタタ姫だとトントンくらいなんだけどね、なんか感じ的には。でもまあライズの方が戦いやすいかな。モーションの無敵とかも多いしね、鉄柱主義が割とブッパでもなんとかなってしまうものが多いんで、まあ、そういう点で言うと、あと総龍システムとかでね、モンスターの体力削りやすいんで、そういう点で言うと確かにライズは比較的難易度が低いというか、まあ誰でもモンスターが倒せるようになっているかなと思います。で、最もこのコメントをカプコンさんが聞いたわけじゃないんだけども、全体的な総意として反映されているのが報酬面ですね。イベントクエスト毎週やってきていますけども、ほぼスキルのついている装備はなく重ね着ばかりになっています。これも結構不満が出ているところではありますし、気になっている人もいると思います。タコスクだって、まあスキルのついている装備が多い方がそれはもちろん嬉しいんですけども、でもね、このミラボレアスの話に戻ると、このミラボレアスっていうのは、まあ報酬というか、当然ミラボレアスの装備が作れたわけですけども、この装備がもう、まあ簡単に言うとアイスボーンの本当の意味で最強の装備だったわけですね。これが手に入らない人が出てきてしまったこと、当然いや弱いやつに装備を作る権利はない、勝った者が装備を作るのがそれこそハンターのやり込み要素だろうと思っている人もいると思うし、まあ、タコスケだってずっとやっぱモンスターハンターっていうのは強いモンスターに勝ってそのモンスターの装備を作るのがこのゲームの楽しみ方だって思っていました。でもモンスターハンターはね、有名になりすぎたんだ。そう、みんながもうゲームアクションゲームでモンスターハンターを知らない人ってあんま少ないと思います。で、そんな皆さんがこのモンスターハンターっていうゲームを楽しみたいって思った時に、やっぱりその強いモンスターを倒すっていうね、体験をやっぱ提供しなければいけないんですよ、ゲームとしては。特にプレイヤー数が、ユーザー数が増えたゲームっていうのはね、そこでトロッコ問題が出てきたわけですね。難しいモンスター、強いモンスターを倒すことによって良い報酬を得るっていう、まあなんて言ったらいいんですかね、まあ、その達成感っていうものを優先したいし、モンスターハンターの一番の、やり込みどころだとは思うんですけども、それを達成できなくて、まあ悲しい思いをさせてしまった、きっと多分このミラボレアスに関して言うと相当いると思うんですよ。かなり強かったんで、タコスケだって結果的に倒せましたけども、今やったら多分倒せないですよ。めちゃくちゃ強いです。そんなモンスターで、そのモンスターに挑んでも勝てなかった人たちっていうのを、じゃあどうするのかって話が、まあ出てくるわけですね。これがトロッコ問題ですよ。まあ一人の人を助けるか、一人の、まああれトロッコ問題、あれトロッコ問題って思考実験って言われてて、答えを導き出す問題じゃないんですね。だからどっちがいいかっていう定義ではないんですよ。ただそういった状態に直面してしまっている状況で人がどう考えるかっていうのを、まあ、実験している問題なんだけども、実際それに直面しているのがまさに現状のモンスターハンター、有名になりすぎてしまったモンスターハンターなんですね。だからどっちを選ぶかっていうことを談議することではないんですよ。それに直面してしまった時にどう回避するのがいいか、そうならないためにはどう回避するのがいいかっていうのが今ね、最も考えるべきことなんですね。これはね、多分ね、カプコンさんも頭悩ませてると思います。なんでかっていうと、さっき言った通りイベントクエストにはスキルのついている装備がない。で、さらに言うと主の防具がないでしょ。この主の防具っていうのは、この主モンスターっていうのはそもそも過去で二つなモンスターっていう形で出てきてるんですけども、強化モンスターですね。このモンスターには装備があるんですよ。でもライズには装備がないということで、いや寂しいなって言ってる人も結構見受けられます。ここがまず一つ、カプコンさんの答えだと思うんですね。まあ倒せないのは仕方がない、強いモンスターっていうのは倒せないからこそ強いモンスターだから、だけどもその先にある報酬が手に入らないっていうのはまずいということで、主モンスターの防具っていうのをあえて作らなかったんだと思います。だからこれはね、どっちがいいとかではなくて、
もうとにかく投書してほしいですね、皆さんにね。これ一番いい解決法、まあもちろんね、カプコンの方でも統計を取った上で答えを出してシステムに組み込んでると思いますけども、天才的な要はトロッコ解決問題が出てきたらダメですよ。トロッコを破壊するとかねそういうのダメですけども、そういった答えが出てきたら、もしかするとそのコメントというか当初から拾われて、まさにこれぞ神の一手だってことでね、反映することがあるかもしれませんね。というわけでね、これは本当多分ね、直面しているのは、私の身近だとモンスターハンターっていうゲームですけど、いろんなところにも直面しているものはたくさんあると思います。他のゲームでもね。なんで、これを、だから考えていくとともに、まあ、その答えが出るまでは、やっぱ受領していく度量が必要ではないかなとね、私は思っています。だからね、モンスターハンターライズサンブレイクが、どういう形になるかっていうのは、このモンスターハンターライズっていうモンハンの歴史の中では、モンスターハンターワールドアイスボーンは世界に向けてこうハイビジュアルなビレグラフィックでお届けするシームレスモンスターハンターってことで、まあ歴史を塗り替えましたけども、ここでまたモンスターハンターライズっていう、この要はモンスターハンターっていうのをやり込む、まあ、ガチ勢と、それから強いモンスターと戦うのはもちろん楽しいけども、ただ勝てないのは辛いって思っているライトカジュアル勢のトロッコ問題、ここにね、ここに何かしらくさびを打つと言いましょうか、まあ一つの分岐点になるんじゃないかなと私は思いましたよ。まあちょっとね、頭で考えたことふわって話したんで、ちょっとほんとふわふわしたお話ですけども、まあコメント欄にもね、ああ、これがいいのかなとか、ここまでは許容できるのかなみたいなコメントあれば、ぜひともよろしくお願いします。というわけで、まあ今日はサクッとしたラジオになりましたけども、誰も知らないカリュード、イカレタコスケでした。ティーユー回れ、回れ、やれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて、揺れて果て間な心、君は知らない、まあ